皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のルノメです。今日はですね、スポーツ栄養セミナーの時にもお話ししているんですけれども、試合の前日、当日の食事について、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、試合の、前日や当日に、どんな、ことを注意したらいいのかとか、どういったものを取っていったらいいのかというのをですね、ポイント5つに絞って、お話ししたいと思います。まず1つ目なんですけれども、炭水化物を、しっかり取りましょうです。一つ目はですね、炭水化物をしっかり取りましょうということなんですけれども、これはですね、炭水化物、いつもお話ししているんですが、炭水化物というのはエネルギーの元になる、そういう栄養素になります。ですので、しっかりとですね、エネルギー補給をする必要があります。で、またこの炭水化物の、取ってエネルギー、補給するんですけれども、体の中でですね、肝臓とか筋肉に、グリコーゲンという形で、炭水化物が分解されたものですね、体内で分解されてグリコーゲンという形で、エネルギーとして、蓄えることができるので、試合の当日だけではなくて前日からですね、しっかり、グリコーゲンを溜め込む必要があるので、炭水化物をしっかり取るというのがポイントになります。で、前日もそうですし、試合の朝、もそうなんですけれども、試合の合間ですね、合間にもですね、ちょこ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 ととにかく炭水化物を、補給していただきたいんです。例えばおにぎりですとか、あとはバナナとかゼリーとか果物ゼリーとかもいいですね、あとは和菓子ですね、お団子とかカステラとかでもいいです。こういったものをですね、自分の、胃の負担にならない、ようにですね、食べる量と、その試合までの時間との兼ね合いを見ながら、ちょっと調整していただきたいと思います。では2つ目ですね。2つ目はですね、ビタミンですね。はい、ビタミンなんですけれども、ビタミンの中でもですね、特に意識をしていただきたいのが、ビタミン B1 になります。ビタミン B1 というのはですね、豚肉ですとかたらこなんかに多く、含まれている栄養素になるんですけれども、さっき炭水化物がですね、エネルギー補給として必要だというお話したんですが、この炭水化物を、食べた時にですね、摂取した時にそれが効率よくエネルギーに変換するためにはですね、ビタミン B1 が必要と言われています。なのでビタミン B1 も一緒に摂るとより効率よくエネルギーを溜め込むことができるので、ビタミン B1、 豚肉ですとかたらこが、いいと思います。私はよく豚丼なんかを試合の前日とか当日に食べたりとか、おにぎりもたらこおにぎりにしたりですとかということをしています。でもう一つビタミンなんですけれども、ビタミン C ですね。これも重要になってきます。ビタミン C はですね、疲労回復なんかもありますし、これはですね、試合の前日だけじゃなくてもう少し前から実は意識していただきたいんですが、普段ですね、ビタミン C というのは、私たちの免疫力を保つために、使われているんですけれども、試合の前とかってなるとやっぱ緊張したり、体にストレスがかかります。そうすると、そちらでビタミン C が消耗されてしまうので、免疫力の方にビタミン C を使うことができなくて体調崩しやすくなったり、してしまいます。なのでよく試合の前になると、体調崩すっていう人いると思うんですが、そういう方は特に、注意をして、ビタミン C を取っていただきたいです。ちなみにビタミン C は何に多く含まれているかというと、レモンですとか、そういった柑橘系の、オレンジとかみかんもいいですね、そういったものですとかキウイフルーツ、あとはですね、ジャガイモなんかにも、多く含まれています。その他ですね、例えば
スポーツドリンクなんかでもですね、ビタミン C が、まあ、多めに、入っているものもあります。B レジェンドのですね、スポーツ&リカバリーもですね、まあ、多めにあのビタミン C 入っていますので、まあ、そういったものでを使ってでもいいですし、ちょっと、意識してビタミン C を、多めに、取るようにしてください。では3つ目ですね。3つ目はですね、控えたいものですね。今度脂質を控えます。はい、3つ目は脂質を控えめにするです。脂質って、まあ、あの油ですね。例えば、天丼ですとかカツ丼を食べた時ってすごく腹持ちが、いいかと思います。これはですね、なぜかというと、脂質、油というのはですね、食べて胃までいきます。で、その胃の中でですね、いる時間というのが、炭水化物やタンパク質に比べて、油がですね、脂質が一番長いんですね。なのでなかなかその消化するのに時間がかかってしまうというのがこの脂質なんです。なので、試合前とか試合の当日というのは早く、ね、食べた炭水化物をエネルギーにしたいので、油を一緒に取ってしまうとその消化スピード、吸収スピード遅くなってしまいます。なので、まあ、脂質は控えめに、してください。と予想がつくと思うんですけれども、まあ、カツ丼とかそういう、まあ、揚げ物ですとか、油を多く使ったもの、その他にはちょっと気をつけていただきたいのが、まあ、パスタとかもですね、ちょっとクリーム系のメニュー、シチューとかちょっとクリームパスタみたいなものもですね、まあ、実はちょっと、まあ、生クリーム使ってたりすると脂質多めになったりもするので、まあ、そちらもちょっと控えめにしていただいた方がいいのかなというふうに思います。ではですね、4つ目ですね。4つ目は、まあ、食中毒に注意してください、ということになります。まあ、食中毒ですとか食あたりとかそういったものに注意していただきたいので、まあ、あの生ものですとか、あと貝ですね、二枚貝とかもちょっと当たりやすかったりするかと思うので、もし加熱してあるものであっても加熱時間が十分でなかった、場合などはですね、ちょっと当たりやすいので、まあ、そういったものを控えていただいたりですとか、まあ、あとは甲殻類ですね、カニとかエビとかそういったものももしかしたらあのアレルギーを起こしてしまうこともありえますので、ちょっとそういったものは注意していただきたいです。例えば、まあ、海外とかで、遠征ですとか試合があったり、した場合なんかもですね、特に気をつけていただきたいのはお水になります。日本ですと普通に水道水飲めますけれども、海外ですとあのお水って買って飲まないとあのちょっと衛生的に良くなかったりするので、まあ、お腹壊しやすくなったりするので、まあ、屋台で売られているものはちょっと注意するですとか、まあ、生のカットしたフルーツは食べないですとか、あと氷もですねちょっと危ないので、氷が入っているようなものも控えていただいた方がいいと思います。あとはですね、食中毒ではないんですけれども、ちょっと香辛料が、ちょっときつめのものですね、まあ、タバスコとか唐辛子ですとか、ちょっとそういう、ものも胃の刺激物になりますので、まあ、そういったものもちょっと控えめにしていただいた方が胃には優しいかと思います。あとですね、あ、作ってからちょっと時間が経ってるものですね、作り置きしているものなんかもですね、あの、まあ、よくご家庭だとありがちかと思うんですけれども、ちょっとそういったものも注意していただいたり、まあ、食べるとしても十分にあの加熱をして、再加熱をしてから、食べていただくという方がいいかと思います。はい、そしてですね、まあ、これがまあ試合前に特に注意していただきたいことに、なるんですけれども、今度試合の後ですね、試合の後は、疲れてます。疲れた体を早く回復させることが、重要になってきますので、まあ、例えば、連日試合がある場合とかもあると思いますので、そういった時、まず重要なのは睡眠なんですけれども、まあ、睡眠を十分にとることと、あとは、食事でも、疲労回復、をすることができます。で、リカバリーにですね、必要なのが、まあ、炭水化物と、タンパク質になります。
リカバリーには炭水化物とタンパク質ですね。こちらですね、この前もリカバリーの、お話ししてますので、まあ、詳しくは、どれぐらいの量を取ったらいいのかとか、どんなものを食べたらいいのかというのはですね、そちらの方の、動画を見ていただければと思います。で、まあ、今ですね、まあ、5つ、試合前日当日の食事のポイントでお話ししたんですけれども、あとはですね、まあ、当日、まあ、炭水化物しっかりとっていただきたいということなんですが、試合の前に、済ますご飯の時間としては、まあ、3時間前、試合が始まる3時間前には、まあ、食事を済ませて、もらった方が食べたものが、消化吸収されてエネルギーになるのに、まあ、必要な時間と言われているので、基本は3時間前になります。ただですね、朝、9時から試合が開始というかっていうこともあるかと思うので、そういった場合はですね、ちょっとあまりにもその6時までにご飯食べ終わるっていうと、さらにもっと早く起きなきゃいけないですし、まあ、睡眠も本当十分取らないといけないので、まあ、そういった場合はですね、あくまで3時間前じゃなくてもいいのかなというふうに思います。で、食べるもの、炭水化物もですね、まあ、さっきも、ちょっとお話ししましたが、いろいろ種類あります。まあ、時間が空けば空くほど消化に、消化できる時間がありますので、まあ、固形物、おにぎりですとか、まあ、うどんですとか、そういったものは、まあ、ちょっと消化に、少し時間がかかるので、できるだけ前に取っていただくとか、一気にたくさん食べないとか、ちょこちょこと食べたりとか、よく噛んで食べて、まあ、消化を少しでも助けるというような風にしていただいたり、試合までの時間がですね短くなってきた時には、消化の早い、バナナですとか、お団子ですとか、あとはゼリーとかですね、果物ゼリーとか、あとはで本当直前になってきたら、例えばオレンジジュースとかですね、そういうドリンク系のもの、がいいかと思います。で、試合のですね、あと、前に気をつけていただきたいのが水分補給ですね。水分補給もですね、まあ、これから暑くなるので特に重要になってくるんですが、皆さん、まあ、運動するときとか試合のときには、まあ、飲んでると思うんですが、実はですね、試合の前から、飲んでいただきたいんです。なので試合が始まる前に、まあ、よく言われるのがですね、250ml から 500ml、 だからペットボトルね、500のペットボトルでしたら、まあ、半分から1本ぐらいを、一気に飲むんではなくて、ちょこちょことこまめに、飲んでおいていただいて、水分補給をしておいていただく。そして試合が始まってからもですね、まあ、競技によってその水分補給できるタイミングってあるかと思うんですけれども、できる限り、こまめに、水分補給をして、でスポーツドリンクを、飲んでいただくことによって、でその中に、まあ、汗と同じ成分である、電解質ですとか、そういったものも入ってますし、炭水化物も入っているので、エネルギー補給もすることができるので、まあ、こまめに、そういったものも取りながら、やっていただくと、パフォーマンスよく、試合に臨むことができるのではないのかなというふうに思います。では今日はですね、試合の前日当日の、食事についてのお話をしました。ありがとうございました。